東京ゲームショーにご来場の皆さん、こんにちは。皆さんもご存知の通り、なんと逆転剣士2の発売が決定しました。どうやらゲームの中身も前作から進化しているようですぞ。今日は進化した逆転剣士2の発売決定を記念して、シリーズ史上最強のライバルを決めるオーディションを行いたいと思います。静粛に。シリーズ史上最強だってワクワクするね、のこちゃん。自分は新ライバルが出るたびにいつも胃がキリキリするっす。お二人には審査員として参加していただきます。オーディションではルールが大事ですからな。ルールのしおりを読んで公平な審査をお願いします。公平な審査、時間割通りに進行、裁判長に逆らわない。ルールは厳守、ルールさえ守ればあとは何をしても OK。 実際のゲームとは異なるので深く考えてはいけない。細かすぎて見るのが嫌になったっす。そういえば三剣剣士はどうされたのですかな。今朝は執務室に一人でこもっていたみたいっすけど。遅刻とは困っちゃいますな。まあ主人公がいないからといって予定は変更できません。早速新ライバル候補の皆さんに登場していただきましょう。まずはエリート国際捜査官ロー・シリュー。ロー氏曰く、史上最強とはロー一族のことだ。逆転剣士のライバルといえば俺に決まってるだろう。次のライバル候補は完璧を求める剣士カルマ・メイ。あれカルマ剣士がいないっすよ。ああ、うっかりしておりました。カルマ剣士は私に鞭を振るったので失格とさせていただきました。カルマ剣士が失格っすか。裁判長に逆らわない。彼女はルールを破ったのです。今日の私は一味違いますぞ。進化したのは私も同じですからな。確かにいつもの裁判長より強そうっす。気を取り直して次のライバル候補の登場です。主人公が新ライバル候補すか。新ライバル候補がまさか三剣剣士とは。いきなり逆転してしまいましたな。被告人を全て有罪にする、それが私のルールだ。被告人はどこにいるのだ、糸のこぎり刑事。その懐かしいセリフはまさか三剣剣士、記憶喪失なんじゃないすか。あんた、すごくでかいタンコブができてるぞ。このタンコブが原因で記憶喪失になっちゃったんでしょうか。誰だ君たちは、勝手にタンコブを見ないでいただこう。なんだか初めて出会った頃の雰囲気に似てるっす。見た目は老けてるっすけど。どうやらここ数年の記憶がなくなっているみたいですな。ゲームが進化してるのに主人公が昔に戻っちまったっす。それじゃあ退化してるじゃないですか。どうやら三剣剣士の記憶は混乱しているようですが、そろそろ時間ですのでオーディションを再開しましょう。でも三剣さんは主人公なんですよ。新ライバル候補として現れた以上、責任は取ってもらいます。そんな。ま、
こうなっちまったら腹くくろうぜ、ケンジさん。俺とあんた、どっちがライバルとしてふさわしいかをな。誰だか知らないが、いいだろう。挑まれたら、叩き潰せ。私は、総師匠に教えられた。三剣賢治と老捜査官、どちらがライバルにふさわしいか、勝負していただきましょう。何なのだこの妙なメーターは。それは観客の皆さんからの人気を測るメーターです。法廷では証拠が全てですが、オーディションでは得点が全て。さあ観客の皆さん、投票を始めてください。あらら、ローさんの方が人気みたいですね。観客の方がよく分かってるじゃねえか。素人どもが、この私が負けるだと。裁判長、どうしてあなたが。疑問が残る間は判決を下すことはできません。どうやらこのオーディションで不正が行われたようですな。不正だと。老捜査官、観客の皆さんに見覚えはないですかな。観客、まさかあいつら。観客のほとんどがローさんの部下じゃないですか。組織費用で人気を得るなんて卑怯っすよ。残念ですが、一度でも不正を行えば失格となります。ちょっと待って。もちろん部下の皆さんにも退場していただきます。オーディションでは公平な審査が大事ですからな。皆さんよろしいですかな。老捜査官が失格となったので、オーディションも終了となります。候補が一人になっちゃったら、そりゃ延期ですよね。いいえ、延期ではありません。新ライバルは三剣賢治に決定ということです。だって主人公なのに。最強のライバルか。悪くない。本人が一番乗り気っす。逆転賢治2の新ライバルは三剣玲治に決定。誰ですかな。まだまだ甘いな、三剣。先生か、カルマ剛賢治、なんでここにいるすか。このしおりに書いてあるであろう。ルールは厳守、ルールさえ守ればあとは何をしても OK。 実際のゲームとは異なるので深く考えてはいけないとな。なんさと。このケンジさん、顔も言ってることも怖いよ。ミツルギ、今までのライバルたちを思い返してみるがいい。我が輩こそが完璧で最強のライバルだと言えるだろう。確かに先生は完璧だ。私など足元にも及ばない。人気を測るメーターなど我が輩にかかればこの通りよ。証言や証拠がなければ作ればよい。情報の操作などたやすいものよ。被告人の有罪も新ライバルも全て我が輩が決めるのだ。カルマ検事、私の前で不正は許しませんぞ。ルール違反です。退場していただきましょう。裁判長、我が輩がだ。貴様、まだ話は終わってんな。先生が、完璧で無敗のカルマ検事が裁判長に負けるとは。いや、カ
完璧だった私にも屈辱を受けた記憶がある。それも何度も同じ相手に。あれは誰だ。頭が痛い。何かを思い出しそうだ。そうだ、青い服を着ていた。青い服の警備員。三雲くんか。驚かせてすまない。あ、みつるぎさん、記憶が戻ったんですか？うむ、先生。いや、カルマケンジの姿を見て、思い出したのだ。まあ、何にせよ、記憶が戻ってよかったっす。ささ、その派手な服を着替えるっす。な、ずっとこの服を着ていたというのか。年がいもなく、なんという不覚。いやー、やっといつものみつるぎさんが戻ってきましたね。なんで記憶を失ったりしたんですか？よくは覚えていないが、今朝は執務室のソファーでくつろいでいたのだが、その時誰かが執務室を訪ねてきたのだ。その人物と話している最中に頭に衝撃が走った。誰かに殴られたんでしょうか？執務室の額縁が落ちていたから頭にぶつけたのだろうな。なぜかあの時木槌の音を聞いた気がするのだな。三剣賢治、雑談の時間は終わりにしましょう。そろそろオーディションの終了時間になりますからな。待った！一人で主人公とライバルの二役をやるなど不可能だ。そうっす、ボケとツッコミを両方自分でやるようなもんっすよ。主人公とライバルはそんなイメージなのか。意義は認められません。三剣賢治、一人二役でも容易ではないですか。一人で両方やれば有罪無罪も自由自在ですぞ。自由自在に判決を操る、まるで彼の考えと同じだな。被告人の有罪も新ライバルも全て我が輩が決めるのだ。これこそ最強のライバルではないですか。いや、往生際が悪いですぞ。まだ何かあるのですかな。ふっ、公平性を重んじるなら説明が足りないのではないだろうか。はて、何のことでしょうか。あなたはこのオーディションでやけにルールにこだわっていた。ルール違反をすれば即退場など、いつもの温厚なあなたらしくない。それに有罪無罪を操るのが最強のライバルだというのならば、裁判官であるあなたが一番ふさわしいではないか。まさかそれって。裁判長、あなたが本当の新ライバルなのだろう。裁判長さんが新ライバル。さあ答えてもらおうか。素晴らしい推理ですな、三剣賢治。さすがこのゲームの主人公です。ではやはりあなたが。私の口から説明する前に、まずは開発者の皆さんにお聞きしましょう。ここからは2010年9月に行われた東京ゲームショーでのステージをお見せしよう。当時の開発者たちの発言にご注目いただきたい。さあ、ここからのステージは逆転シリーズ最新作、逆転賢治2を開発スタッフのお話を交えながらご紹介していきたいと思います。どうぞ皆さんご期待ください。逆転賢治2プロデューサーのカッポン江城です。よろしくお願いします。お願いします。はい、逆転賢治2ディレクターの山崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今日は気になるいろんな情報を、そうですね、
はい、もう最終日なんでね、はい、もうギリギリまで、ギリギリまで情報公開したいと思います、ね、はいはい、皆さんの気持ちをですね、受けて、はい、私お二人に根掘り葉掘り聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。さあ、そしてこの逆転剣術、気になるところが、はい、一体、はい、今までのおなじみのキャラクターですね、はい、はいはい、はやっぱり大活躍ということでいいんですか。そうですね、はい、これはあの、はい、ディレクターから、はい、今回も、はい、主人公は天才剣士三剣レイジが務めます、はいはい、そしたらもちろん彼の相棒である伊藤のこぎり刑事も登場しますし、はい、前作から登場してます大泥棒の少女みくもちゃんも元気いっぱいに登場する予定になってます。みくもちゃん、おなじみのキャラクターがまた所狭しと、はい、そうですね、楽しく事件の捜査をしますね、はい、はい、さあキャラクターときましたらシステムも、ね、はい、ちょっと気になるところで、ね、はい、まあ、はい、おさらいという形で、はい、おさらいをしていきたいと思います。逆転剣士のシステムを絡めながら、あの逆転剣士2のシステムどうなってるかという説明をしたいと思います、はい、まあ、逆転剣士2なんでね、逆転剣士1のシステムはもうそのまま引き継いで、はい、受け継いで、はい、まあ、事件現場に、潜んでる、まあ、矛盾ですね、矛盾とか謎を見つけて、まあ、情報とか、証拠を集めて、で、まあ、この真ん中の絵に画面に出てるロジックっていうのでね、はい、情報と情報のつながりを推理してまとめると新たな情報が生まれると。でそこで、集めた情報や、まあ、証拠を使ってですね、当然事件なんでね、怪しい人物とか関係者が出てくるんですけど、はい、その彼たちと、まあ、バトルというか、はい、あの熱い駆け引きがあって、駆け引き、事件のね、まあ、こう意義ありで出てますけど、はい、はい、まあ、そういう形で証拠に寄ってきてね、はい、まあ、それで進めていくっていう感じになりますけども、はい、はい、システムのお話を伺いましたけど、はい、やっぱり逆転シリーズというと、うん、こうストーリーの方も独特といいますが、やっぱり気になるところなんですけど、これもちょっと聞きたいですよね、まあ、ね、はい、まあ、逆転剣士の時のストーリーもそうなんですけど、まあ、どっちかというと逆転剣士はですね、まあ、ゲームをしっかり、まあ、作りましょうというところで、はい、まあ、どちらかというと三雲のね、そうですね、お話ね、1の時は、うん、事件全体が三雲ちゃんを中心とした事件が起こって、はい、それを三雲が解決するという形だったんですけども、はい、今回、まあ、これね、2はちょっと違った思考にしようかなと思ってまして、はい、で2のプロジェクトを立ち上げた時に、はい、もうシナリオをとにかくがっちり作ろうぜというので、はい、まあ、ディレクターとですね、まあ、僕も含めて、はい、あと、まあ、キャラクターデザインの岩本さんと、はいはい、まあ、スタッフあと数名で、はい、3日間4日間3日間4日間4日間ですね、はい、がっちり合宿したんです。合宿をシナリオ合宿で、はい、シナリオ合宿本当に、はい、朝から晩までがっちりやりました。まあ大変でした、はい、うん、ずっともうご飯食べてる以外ずっとミーティングやってる感じ。本当ですか。もう寝るギリギリまでやってました。本当ですか、はいはい、すごい、まあ、そこで、はい、まあ、いろいろアイデアですよね、はい、今度はこういう話にしよう、こういうトリックにしようとか、まあ、こういうね、キャラクターの、そうですね、こういうトリックだったらこういうキャラクターがいいだろうとかっていうので、なるほど、もういろいろガッとついてね、話をして、その、まあ、結果、まあ、今回ちょっとテーマとして、はい、三剣自身の問題にフォーカスをした、はい、三剣自身の物語を語りたいなと。三剣自身、はい、そう思ってるんですよ、はいはい、まあ、彼にねすごい大きな事件が起こるんですけども、はい、お話を通じて、だ彼すごく苦悩する場面が出てくるんですよ、はい、そうですね、はい、三剣の葛藤を描くというのをテーマにやろうかなと、はい、はい、まあ、逆転裁判シリーズの三剣ですけど、やっぱクールなイメージなんですけど、はい、今回逆転剣士はね、逆転裁判シリーズは見られない新たな三剣の一面が、またちょっと違った、ね、側面が見えるかな、はい、見れるんじゃないかなと思います、ね、はい、新しいシステム、ロジックチェイス、そうですね、はい、はい、こっちちょっと説明したい、ね、まずはこの、はい、新しいシステム、まずはね、新しいシステム、はい、ロジックチェイスというシステムなんですけれども、はい、こちらどういうものかと言いますと、今まで逆転シリーズというのはですね、まあ、証人ですとか犯人の証言を、はい、の矛盾を指摘して、それによってこう嘘を暴いていくというゲームだったんですが、はい、今回ですね、なんとその証言すらしてくれない相手というのが出てくるんですね、はい、全く口を閉ざしてしまって何も話をしてくれないと、そういう時にそいつからどうやってこう情報を引き出していくかというのをゲームにしたのがロジックチェスですね、はい、すごく画面見てもらって分かると思うんですけど、はい、すごくシンプルな操作なんですよね、はい、でよく見ると下の黄色いタイマーがね、あ、そうなんですよね、時間が今回逆転シリーズで初めて時間制限の遊びを入れてるんですね、はい、そうですね、はい、時間制限、はい、ある時間の中で、はい、選択肢を
その、そう推理してどっちかを突きつける、はい、そうですね、はい、まあ、あの相手からいかに情報を引き出すかっていうゲームなので、はい、まあ、あんまりこっちが黙って待ってると向こうもイライラしちゃうというのがあるので、はい、相手できるだけ早く答えないといけないっていうのが、なるほど、時間の勝負にもなってくる感じですね、はい、まあ、さっきディレクターから出た、はい、まあ、今回法廷じゃないんで舞台が、はい、まあ、当然証人とかは口閉ざしてるんですよ、うん、別に喋ることないしみたいな、はい、なので、はい、三剣は何とかしてこいつの口を割らせなきゃいけないということで、はい、まあ、シンプルな操作でどっちかの今質問をぶつけるか、うん、でぶつけるとあえてリアクションするんで、うん、そのリアクションを見て様子を見るか、はい、次の質問をぶつけるかっていうのをう、ね、時間の中で考えるっていう、はい、まあ、スリリングだね、そうですね、はい、相手との駆け引きがすごく重要になってくるところなんですけれど、まあ、こちらの質問に対して向こうがどういう反応するかを見て、まあ、そのもし相手がちょっと怒ってるようだったら、はい、ここでまた質問を投げかけてしまうと、はい、もっと怒らせてしまうっていう場面もありますし、そういう時はちょっと様子を見てみたいですとか、逆にまあ相手がちょっとひるんでる時はもう、質問を投げて攻めてみたいですとか、そういうところの駆け引きになってきますね、はい、今回ね、盗みちゃんも大幅にパワーアップして、そうですね、あとパートナーが今回やっぱ糸のこぎりとか、はい、あとまあね、他にもちょっと出てくるキャラクターがいるんですけど、ちょっと今回はパートナーもきちっとゲームに参加してくれるんで、パートナーならではの、ね、はい、遊びも今回用意しているということで、はい、そこもぜひ期待しておいてもらいたいですね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、逆転現実はね、はい、新しいキャラクターもう今回どんどん作ってるんですけど、はい、まあ、今回もキャラクターデザイナーは岩本さんにもちろん参加してもらってるんで、はい、この場でぜひいろいろデザインの話を、ね、はい、聞いたらいいと思いますので、はいはい、それではステージの方にお呼びしたいと思います。それではどうぞ、キャラクターデザイナーの岩本達郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね、はい、僕はもうキャラクターデザイナーとディレクターの方からいろいろキャラクターの紹介をしていきたいと思いますの で、はい、じゃあ右端のこのキャラクター早速、はい、まあ、真ん中にね、そうですね、ちょっと気になる、はい、気になるやつがいますけど、はい、まずは右側ルポライター、はい、ルポライターから、はい、まあ、僕がキャラクターデザインをするときに、はい、まあ、最初に、まあ、こいつはどんなやつにしようかとかどんなやつなのかっていうのを考えたりするんですけど、はい、そこでまあ、元気なやつにしたい。そうですね。ですけど、まあ、元気なだけでは今までもいくらでもいるんで、うん、元気、生命力、生き残る、サバイバルみたいな連想ゲームみたいな感じで、点と点は線になったんですか、ね、だったらじゃあありとあらゆる生活というか生き残るための荷物を持ってるやつにしてしまえ、そうですね、まあ、こいつルポライターなんで取材のためにまあ泊まり込みとかもたくさんすると思う、まあ、うまいことそことも合致してどこで、 でも取材に行けるとか、そのための罠ですか、あれ何がですか、あ、なんかリュックの横に罠ですね、 あれはトラバサミと言われる、はい、なんか捕まえて食べちゃう生活するために、はい、サバイバルですね、はい、サバイバルで生き残るためにバイオハザード4とかにも出てきたオマージュの意味もあるんで、はい、あ、なんかデザインの 肩のあたりなんか字書いてるじゃないですか、そうですね、はい、あれはスポンサーを取ってくるという生命力もある、スポンサーとされてるんですね、すごい、シリーズをプレイされていれば、ボーユーって書いてあります、何社か見覚えのあるボーユーといえばみたいなね、はい、でもそんな見覚えがあるよりも私には、はい、大阪弁のスクープを狙っている あいつにしか見えません、なんか似てる、めちゃり前の彼女にしか見えない、はい、なるほど、鋭いですね、相当鋭いですか、本当にでも皆さん思いません、すごい似てますよね、もうね、まさに想像通りっぽくそうですね、まあ鋭いですね、鋭いですね、皆さん、まあ、そのあたりのね、喋、うん、りも体験版に入ってるんでね、はい、そうですね、本当に大阪弁ってこと、いや、そこはやってもらわないと、やっていただけると、なるほどね、さあ、謎のアイス売りですが、はい、謎のアイス売りを、はい、まあ、はい、これもね、真ん中太郎さんです、はい、まあ、これ新キャラですか、新キャラです、田中太郎さん、謎のアイス売り、顔に線入ってますけど、はい、新キャラです
シリーズ2作目には必ず彼が出てくる と言われている新キャラです。あの、はい、お約束は守っていかないといけないという使命があるので、ね、常に僕らはお約束は果たさない、必ず果たすようにしてる、はいはい、ここになんか見覚えのある感じのなんかサザエ的なマークもありますね。サザエ、うん、不思議ですね、見覚えが。なんでサザエよね。何年か前に僕がデザインした覚えがあるんですけど、なんか妖怪た絵だなとは思う。なんで謎なんだろう、アイスリー。まあ、まあ、次お、まあ、あ、そうですね、はい、次、はい、まあ、王帝君。そうですね、はい、西方民国大統領王帝君、まあ、西方民国といえば逆転検事を やられていれば、聞き覚え、見覚えのある字だと思うんですが、はい、老子流の出身国です。そうですね、なんで、はい、まあ、今回ね、検事 の体験版は、はい、あの彼大統領に絡む事件が、ね、ね、起こるってことで、はいはい、1話から登場します、はい、まあ、おそらく武道とか、はい、で歴史の深い国がモデルになった国なんで、はい、まあ、そこの大統領は当然武術を治め、はいはい、最強レベルの人間なんじゃないかという老を超え、はい、これぐらい強そうじゃないと大統領になれない、はい、な、隣の謎のアイスショックリーよりも強いかもしれないっていうルックスをとにかく僕は目指して、はい、そうですね、はいはい、作った感じですね、はい、一番強いはずですね、シリーズ史上最強の男、史上最強が出てきたというコンセプトですね、はい、のルックスがコンセプトのルックス、はい、はい、まあ、新キャラ紹介していただいたんですけど、はい、今までのシリーズの中からはどういったキャラクターが、おなじみのキャラクターをさっき教えていただいたんですけど、あの今日最終日なんでそこもちょっと知りたいですよ ね、はい、ね、はい、1話といえばおなじみの、はい、あるケンジさん、まあ、あの人は絶対出さなくちゃいけない、ね、お約束は守るというものを守りますよ、どこかに出てくると思うんで、どこかにね、どんだけ、どんだけ嬉しいのかっていう話本当に毎回毎回ね、いやいや、はい、出てくると思うので、そのあたりもこういう感じで出てきますか、なんかこ う、 そうジェスター的にはなんかおそらく唯一全てにのシリーズ出てるキャラクターなんで、こういう感じで出てきた、はい、そこもまあ期待してもらえてるといいかなと思います嬉しいのかな、ありがとうございます、はい、でもちょっとまだ教えてほしいですよね、新しいことも。そうですね、ちょっとせっかくだから、ね、もうちょっとこの朝から本当、見ていただいてるんで、はい、じゃあちょっとこの場でですね、はい、まあ、今回の特別法廷のテーマである、はい、まあ、新ライバルオーディションってことでね、あ、そうですね、はい、今回の逆転剣術の新ライバルをここで紹介したいと思います、はい、こちらです、はい、どうぞ、はい、出ました、出ました、女性裁判官、三鷹裁判官、はい、はい、じゃあこれちょっとどういう、そうですね、まあ、みつるぎが特別法廷の中で推理した通りなんですけども、はい、今回最強の裁判官、あ、違う、はい、最強のライバルとして今回は裁判官の三鷹はかりがライバルとして登場します。逆転シリーズの、まあ、裁判官というとひげのおじいちゃんしか今までいなかったんですけど、すね、はい、今回初の女性裁判官ということで、はい、彼女のイメージはですね、まあ、法律の神様に仕える神官のようなイメージで、とても聖なる女性という、聖女、聖女というキーワードは聖女でしたね、作業中デザインですとかしているところですね、はい、まあ、すごく物腰の柔らかで全てを包み込んでしまうような優しさに溢れた女性なんですけど、まあ、法律の神様に仕えているので、まあ、法律を犯す者にはとても厳しいという面も持ち合わせている、そういう二面性を持ったキャラクターですね、はい、まあ、三剣はすごく真面目な男なので、うん、はい、彼がすごい真面目にこう彼女に食ってかかっていくんですけど、もう全て優しさで積み込まれてしまうみたいな、そういうイメージですね、まあ、多分三剣にとってはすごく苦手なタイプのキャラクターなんじゃないかなと。真逆の感じですか。そうですね、はい、デザイン的になんかこだわったポイントとか、岩本さん、なんか。そうですね、まあ、こだわったというか、まあ、どんな気持ちでデザインしたかっていうのは、そうですね、はい、まあ、お話しすると、まあ、本当に綺麗なお姉さん、憧れの女性をどうすれば絵にできるのかっていうのをで、いろいろと工夫したりしてますね。その髪の毛を編み込むことでうなじを出して、あー、なるほど、で露出度が高ければいいもんではないはずだ、露出度は最低限に絞れば絞るほどその局所が目立つんだみたいな、そんなに自分の地上をキャラクターのデザインに入れていいんですか。それがデザインだと僕は、はい、まさにそれがデザイン、はい、じゃああれですか、もう岩本さんの一応こういう形でね、はい、いろいろ今まんまり
たくさん情報ね、出しすぎても、言っても、はい、そうですね、まあ、今後このキャラクターがですね、あの三剣とどう絡んでくるのかっていうのは、はい、あのしっかりゲーム本編で描いているので、はいはいはい、そこも、はい、そうですね、情報ね、裁判官とどう対立して対決していくのかというのは、はい、お楽しみにというところで、はい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 、まあ、キャラクター的には男のロマンがぎっしり詰まった魅力的な女性であるということは間違いないということで、はい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 、皆さんぜひ楽しみにしていてください、はいはい、というわけで本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。江代元秀プロデューサー、山崎武史ディレクター、そしてイラストレーター岩本達郎さんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。三鏡秀明さん、公平公正をモットーとしている裁判官、彼女こそが逆転検事2の新ライバルです。なぜ新ライバルが決まっているのにオーディションを行ったんですか？他にふさわしい人がいないか平等に確かめたい、そう願った彼女はあえてオーディションを開催したのです。このオーディションは彼女自身が主催していたのか？そういえば彼女は今朝三剣検事のもとに挨拶に向かわれたはずですが。私のもとに？まさか今朝執務室を訪れた人物、新ライバルに立候補だと？そのようなあれは困る。私は主人公なのだ。今さらライバルに戻ることなどできない。君は誰だ？額縁が落ちたのは彼女のせいだったのか？わあ、綺麗な人ですね。なんだか心が洗われるっす。私もこの笑顔を見ると何でも手伝ってしまいたくなりますぞ。異議あり！三鏡裁判官、そんな笑顔で騙される私ではない。無罪無罪を操るとは。確かに検事にとっては最強のライバルかもしれないですね。しかし今回のことは木槌の衝撃によるアクシデント、三剣検事と戦いたかっただけの彼女に罪はないと言っていいでしょう。正々堂々戦うために直接頼みに行くなんて見上げたもんす。しかも記憶喪失の三剣さんをここまで連れてきてくれたんですよね。いつの間にかみんな彼女の味方になってしまっている。おやおや、二人の人気の差は明らかですな。バカな、主人公としてここで負けるわけにはいかない。三鏡裁判官、今こそ正々堂々と戦おうではないか。残念ながらそろそろオーディションの終了時間のようです。待った、まだ戦いは終わっていない。そうだろう三鏡裁判官。彼女は時間にも厳しい方なのです。勝負はゲーム本編に持ち越しですな。いたしかたあるまい、決着は本編でつけるとしよう。しかし逆転検事は法廷ではなく現場が舞台、そう簡単に判決を下せるとは思わないことだ。それでは本日のオーディションはこれにて終了といたします。三鏡裁判官、最後の締めをお願いしますぞ。